ラブ神田光也 VS 星野豊か。第5試合です。ディープフェザー級の5分2ラウンドの戦い、赤いトランクス神田光也、黒いトランクスが星野豊です。さあ両者にやみ合いからどういった戦いを見せてくれるんでしょうか。どちらも、はい、今戦績見ると勝ち越してるんで、勝ち越してる選手はやっぱすごい強い選手だと思うんで、はい、ちょっと実力者同士の潰し合いが見れると思うと、おいきなりですね左がのストレートが、はいはい、さあ神田光也、ああちょっと左のストレートがいいところ、はい、入ってるんで、ちょっと見えづらいんじゃないかなと思うので星野の方が少し見えにくいですかね、はい、そうですね、はい、左をちょっと内側と外側で2個を使い分けて当てにいってるんですごい、ああちょっとこれ KO このまま打っちゃうと KO 決着一気に神田の方に流れが、はい、来るかもしれません、ね、はい、ちょっとキックを見せるのは最初ちょっと動きが硬かったのかもしれないですね、はい、ちょっと今やっと少し柔らかく、はい、星野選手が本来の動きを、出してくるんじゃないですか。そうすると最初硬かったんだと思います。序盤、うん、神田光也の攻めが一気に行きました、はい、左、やっとちょっと距離が分かり始めたんじゃないですか、ね、はい、星野の方も対処し始めて、はい、そうですね、はい、あそこにいればここの距離だなっていうのが、それでもやっぱ左いいですね、修正してやっぱ当てに行ってますね、神田光也はこの体格というかバランスの良さというのも、うん、一つ見ていて定評ありますね。いいですね、すごい、さあ落ち着けていきます。ちゃんと絞れてて、はい、いい体作ってますね。
幼少期からいろいろ柔道や柔術やレスリングやもう格闘エリートなんですね。はい、英才教育を受けてきた神田光也です。僕も体操とかやってなくて格闘やってればよかったとすごい思いますもん。でも体操で培ったというところ、いやいや、でもレスリングとかやってたやつにはやっぱってやつですね。あんまり弱気なこと言ってたらいやいやいや、いいっすね、いいっすね。あー、当たりましたね、当たりましたね。勝者、神田光也、1ラウンドで蹴りをつけました。素晴らしいパンチ、左のパンチですね。あれは1ラウンド自信のある、いや、あれすごい伸びたんじゃないですかね。やっぱ、いきなり当ててたんで、やっぱちょっと最初、本庄選手が勝って、はい、もらっちゃってたけど、途中でちょっとやっと距離が分かって外したんだけど、はい、ちゃんと神田選手修正して当てに行きましたね。また距離というか、照準を合わせ直して、合わせ直して当てましたね、はい、すごかったですね。やりたいですね、こういうの。いや、上田選手はまだまだ進化がですね、こんなのやりたいっすよ、本当、はい、すごいな。もともと神田光也レスリングでこう華々しい活躍をしてたんです。そうなんですか、それでレスラーから入ってこのパンチですか、はい、すごいな、めちゃくちゃ練習したんだろうな。そうですね。さあ、前回大会に続きまして1ラウンド勝利、はい、勢いに乗っていきます。神田光也が制しました。